おはようございます。今日は11月3日でございます。今日文化の日だったですかね、何の日だったですかね、ちょっと忘れましたけども、11月3日です。あ、カレンダーまだ破ってないな。11月3日は日曜日になってますね。今日は水曜日、祝日でございます。今日の相場解説なんですけども、レンジ作戦になってから、まあもちろんレンジを抜けたらね、ブレイクに切り替わるんですけども、現在レンジ作戦なんですよね。こちらの方を細かく解説していこうと思うわけですけども、昨日も早速利益が取れてると思います。こちらの方をご覧ください。デイリーの方をご覧いただくと、昨日修正したレンジの範囲が、もう一回見て取れると思います。110円の234から113円の235ですか ?285 ですか、こういう風な箱になってますよね。この間でレンジを取っていくということなんで、綺麗に収まってますよね。レンジをはみ出したところっていうのが、黄色でちょっとうっすらと書きますけども、この範囲、ちょびっとありますね。この範囲もちょびっとあります。まあですんで、これをブレイクと勘違いすることもありますんで、ブレイクポイントっていうのを設けていく必要があります。それは、髭先を横に伸ばして、ここを超えたらブレイクポイントだよねってことと、これもそうですよね。直近の髭先を伸ばしてってことになります。これをよく覚えておきましょう。その他は、また黒に戻しますけども、大体ですよ。大体ですよ。この範囲に入ってきたらセルをかけて、この範囲に入ってきたらバイをかけての繰り返しで、往復ビンタがずっと取れていくわけですよ。こういうふうにね。で、昨日はその往復ビンタのうちの片っぽが取れてますんで、解説していきます。その前に4時間見てみましょうか。4時間見てみると、レンジをもう一回濃く聞きますよ。レンジの幅こういうふうにします。そうするといかがですか?ここに当たったら上に行って、ここに当たったら下に行って、以降同じことの繰り返しでしょ?ここもね。ですので、こう、なんていうんですかね。綺麗に今レンジに入ってる状態ですから、本当になんかフラッグというかね、あれを横倒したような形になってます。まあ最初のうちは、ここにレンジが来るのかなっていうふうに、混乱したところもありますけども、火曜日で修正した途端、水曜日で利益が取れてるよねっていうことになります。でもまだ水曜日はこれからが本番なんでね。今からでも全然遅くないですよ。じゃあ1時間を見ていきましょう。はい。いかがですか?もう一回レンジの幅を濃く引きますよ。ここでレンジを決めたじゃないですか。ですんで、この範囲に入ったら、セルをかけていって、この範囲に入ったらバイをかけていくってことをね、ざっくりと考えていけばいいと思います。で、ブレイクするポイントってのは、ここで言ったらここですよね。伸びていって、ここを突き破ったらバイで入る。で、髭先を伸ばして、ここを突き破って下の方に行ったら、セルに向かうということをすればいいと思うんですけども、じゃあ、ちょっと一旦これを閉じてですね、昨日の15時を見てみましょうか。はい。昨日の15時の時点ですけども、上下にレンジのあたりにね、ここに入ったらセルですよ、バイですよっていう風なゾーンを設けました。はい。ここに入ってますんで、こっからセルに入ったらどうなります？こういう風に向かっていくわけじゃないですか。ね。で、含み益を取っていけるわけですよ。だから、ここを超えた時点で、もしくはこの箱の中でセルをかけていくポジション取りっていうのが昨日はあったわけです。まあ15時だったんでさすがに放送はしませんでしたけどもね。ただこのスクリーンショットだけは撮っておきました。で、予測できるのがこの三角形を作るんではないかなってことなんですよ。いいですかね。そうすると3時間後です。18時になってどういうことになったかというとこういう形になりました。ね、ですんで、この辺りでセルだよ。この辺りでバイだよ。っていうところのセルのポイントに入っているんで、セルをかけていったわけなんですよ。そうすると、15時からも伸びていって、18時に、きっちり、イグジットのポイントまで来たってことですよね。これが昨日の18時です。15時、18時の変化分かりました？そしてもう一回、今、本日の朝5時の形に戻しますと、もう一回、ゾーンを作りますよ。ここに入ったらセルですよ。ここに入ったらバイですよっていうポイントがありますけども、どうですか？こうなって、ここに入ったらセルでしょ？で、バイのポイントが近づいてきたんで、この辺、ヒゲがこの中に入った時点でイグジットするじゃないですか。そういう風にイグジットする人が多かったんで、まさまにこういう風に跳ね返って今度また上に向かいましたよね。じゃあ今度はここでバイに入れば、
往復便た完成ってことですよ。ということで、倍のポジションを維持したまま、ここに含み益があるっていう形になります。いかがですか？はい。ですんでね、レンジは今まで何回もやってきました。この6年間ね。でも、レンジの取り方はもう分かりましたよね。と同時に、レンジってのは、それを抜けて、ブレイクアウトに向かった時にまた美味しいわけですよ。ね。今回は、ブレイクアウトのポイントまで、エントリーポイントを指し示しでおきましたけども、あの、髭先を横に伸ばしたところですね。あとは、価格は決めていただければと思います。レンジってのはね、本当に利益をバシバシ生んでくれるところなんで、今日ぐらいね、レンジの幅があると本当にやりやすいですね。1円幅ぐらいありますからね。もう十分です、このぐらいだったら。70ピップス以上あったらもう、この往復ビンタレンジっていうのは使っていけますから。で、通常レンジで困るのが、30とか40のピップスでのレンジなんですよ。あれはもうね、エントリーしない方がいいです。ただ、ブレイクポイントを見ておけばいいと思います。ということで、レンジが全体の7割。はい、本日もありがとうございました。じゃあまた明日。